はい、ちょっと問題が起こりました。化身くんがどうやらチートを使っている可能性が浮上してる。10モッドで戦ってる時に F3B を押して当たり判定を有効化するみたいな。いやまあ別にね、あのソロでみんなで集合してみたみたいなタイプのやつだったらいいけど、打ち合いをするゲームでそれはまず良くない。ライン越え、しかも俺の企画。まあ舐めてる、まあ足さは舐められてるとは思うよ多分。ひたすらに化身、足ならいっか。そうなってることは想像に難くない。強すぎてやばいなって気づいた。え、24分間プレイして気づいたんだ。あー、なるほどね。さんざ殺しまくってから気づいたと。え、てか事前にも言ってたよね、そもそもの話。 F3 プラス B 使うなって禁止だって前もって言われてた。で、どうやらライブの情報によるとなんかズルできんじゃねみたいなことをして実際やってたと。え、合ってるそれ。それ別のズル。え、別の罪浮上。テストプレイの鉄隠そうって、テストプレイで配られた鉄をどっかに隠しといて後で取り来ようぜみたいな。しかも別のローカルのズルの自供も持ってる。え、これダメじゃないこいつ。え、しかもさ、こいつの悪質なところってわざと視点出さなかったのよ。なんか俺に化身早く出せって言われてせかされて、すいませんでしたって言って出してくるんよ。やばいってのは認識してたのよおそらく。化身くんめちゃくちゃ笑ってます。おい化身、昔はそんなんじゃなかったよな。なんか冗談で切れようと思ったけど LINE 超えてないか。ちょっとマジでするとこういう倫理観ないことをこっちで聞く。対外しないようになって制作者が伸びるからやめてほしい。企画作れる数が減る。確かに。足正論。たまに正論を言う足。すいません。いやね、でもローカル、今、今日段階で上がってるのでも、地球全員集合のやつが、2日で28万いってるから多分100万いくんよ、これ。おそらくこのコースって。それぐらいなんかこう人気の企画の中で、まあ、化身くんはやらかしてるってことはかなり重罪だよね、もう。ちょっと向上線でやらかすレベルのやらかしじゃないってことだよね。うわー、アッシーさん超面白そうなローカル。いや、俺もさ、デンデンさんとさ、作ってるよな、デンデン。ベトナムゲリラ VS 米軍の戦いみたいなの作ってるよ、ちゃんと。めっちゃ面白いの作ってる。ヘリコプターでヘリポーンして、ジャングルで戦うみたいなやつ作ってるよ、俺。敵の洞窟を抑えに行くみたいな。絶対面白いやん。ベトナムゲリラのジャングルゲリラ VS 装備がめっちゃ充実してる米軍特殊部隊15人の戦いみたいなの作ってるんよ実は。それは化身は、まあ、参加できずだね。化身撮影役やってもらう、スペクテーターで。どう、撮影役やってもらおっか化身くん。いやちょっとね、欲しいと思ってたんよ。撮影なら別に F3B 一時的に使ってもいいし、こいつに撮影役が務まるのか。務まなかったらまあクビじゃない、バンじゃないそりゃ。撮影担当欲しくない、ちょっと思ったけど。欲しいよね、撮影担当。スペクテーターで、なんかこう、面白いところ撮るみたいな。企画を重ねるごとに撮影担当が増える。いや、まあ撮影いっぱいしてくれたらその分なんか便利だから。ちょっと思ったんよ。編集しててさ、今、俺が作った荒野の銃撃戦みたいなやつを今編集してて思ったのが、撮影役のスペクテーターの人いたらもっと面白かっただろうなと思って、いろんな人の視点をスペクテーター目線で撮りに行くとかやったらめっちゃおもろいだろうなと思って。いやでもね、マジでもね、やってほしいんだよね、二人ぐらい、実は。誰か志願する人いないかなと思ってね、化身。次の違反者が出るまでそいつがやるルール。あー、悪くない。まあ、あとあれか、撮影慣れてるニート部の人とか？今一瞬で抜けた暇人が。今撮影慣れてるニート部の人とかって言ったら一瞬でいなくなった、今。ね、撮影慣れてる人とかが、まあやるってのも一つアイディアだよね。俺、行かれる、これ。暇人さん、なんでバレたの？盗聴されてる？まあ、やるか。じゃあ、暇人と化身で。いずれ7カメぐらいまで増えそう、これ。本当に優秀なカメラマンいたらね、動画のクオリティ変わるんだよね。誰かいねえかなと思ってんだよな。化身と共犯しようとして、ローカル企画でワンアウト持ってるライムってやついまして。え？共犯？うちは、障害武士。何？障害武士って何？生きてるってことね。まあ、じゃあ、ライムもってこと。ライムもカメラマン担当ってことかな、これ。普通に一回、まあ一回やってみると面白いかもしんないね。化身ともう一人、誰か、毎回やるみたいな。時間で交代する。例えば、0時まではピン太郎がカメラマン。0時以降はピン太郎は普通に参加可能みたいな。でもピン太郎でも0時になったらね、仕事で寝なきゃいけなくなるからね。どうするんだろう、ピン太郎くん。俺には仕事を辞める覚悟がある。強。じゃあやめろよ。じゃあどうぞ。まあまあまあ、全然、俺としては別に辞めていただいても好きにしていただいて。え、これ本当にどうする？じゃあ本当にじゃあカメラマンね。じゃあ化身よろしく。でもカメラマン務まるかな？こいつ。ぐる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 動かさずにゆっくりちゃんとしっかり映してね。リプレイモッド？リプレイモッドって、そう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 なんだよね。なんかフォージは無理なんだよ、あれ。フォージでそういうリプレイモッドみたいなのないのかな？
リプレイモッドを有志が方針に対応させてどっかにありそう。 1.16.5 はあった。リプレイモッドってでも一人が入れてるだけだったら確かダメだよね。あれ指定の読み込み範囲内しかリプレイされないよね確か。ってことはクソやばいけど全員入れてもらってリプレイモッドで俺が全員の分撮影すれば可能ってこと。映画やんもう映画撮影やん。ちなみに今もやばいよ。今俺が編集してるやつ視点の数50個あるから、だいたい50個ぐらいあるから、その50個の処理をしなきゃいけない。だからみんなには何時何分に何があったみたいなやつを事細かに書いてほしいんですよ。書いてない人いますけど。でコウタンがめっちゃいい。コウタンは記入もしてるしずっと喋ってくれてるし、もうコウタンもう最強、もう最強の参加勢だお前はってぐらい最強。にしてもスペクテーターのカメラ担当いたらよくない？なんかリプレイモッドもだけどリプレイ、なんかやっぱスペクテーターの人欲しいよね。なんか上から見てる映像みたいなのやりますよ。あれ暇人がやってくれんの？暇人さん撮影したスペクテーターのやつ忘れそう。確かに絶対忘れる感じする。暇人には舞台を率いる使命がある。まあそれ率いれたらまあおもろいけど。本当にカメラマンやるの？ああ、あそうだよ。化身の自供ずる聞いてみるか。え、これさ、鉄道原石置いとかね、ここに。あ、あ、ほんとだ。本当にやろうとしてる。こ置いて。これ、でもけどバレたくない、だって。誰がやったか、絶対分かるから、え、だって、9で投げるのってバレたくない？だから、捨てといて、速攻ライムが死んで、鉄回収して、最強装備にすんの。めっちゃ天才じゃない？これ、お前、録画してないから。何これ。あ、録画、やめろ。え、これマジでやってる、マジでやってんじゃん。本当にやってんじゃん、これ。な、ちゃんと。え、何？ジャーニーマップ？え？ジャーニーマップ使ってた？え？あれ？え？あれだよね、なんか分かるやつだよね、場所が。え、別企画で、あ、別企画でジャーニーモップ使ってたってこと？世界地図で。え？これやっぱ停止させるべきだな、これ。化身くん、誰かがズルするの待っときな。化身くん。よかったね。化身、こういう時はポーズだけでも申し訳なさそうな顔をするんだよ。ジャーニーマップってサバの負荷エグくなるんだけど、もしかしてそのやつ他にもいるんじゃ。録画提出してないやつは透けるよね、録画でバレるから。反省してカメラマン頑張ります。あ、まあ動画撮影のテクニックでも読んでもらって、それでこう頑張って映画撮影やってもらって、これで化身の視点使い物になんなかったら最悪だよな。てかリプレイモッド使ってもさ、結局さ、VC はさ、聞けないわけじゃん、VC は。1.20.1 しかないかも。え、でも 1.20.1 のリプレイモッドってあんの？フォージの。わからん。1.20.1 のフォージのリプレイモッドを使って 1.20.1 でローカル系を基本的にやれば、まあ、対応はできるかな、リプレイモッドで。むっず。おっさんさんが何かをどうにかしてくれる。いやでもさ、みんなのリプレイモッドを使ってさ、俺がやらなきゃいけなくなるってこと？地獄絵図にならない？なんかマジで。マジですごいことになる。なんか本当に映画制作じゃん、これもう。視点の数が無制限に拡大していく。だってさ、世界地図全員集合も、これもだいぶしんどかったよ。まあ、全部が全部使わなきゃいけないわけじゃないけど。難しいよね、使うの。俺全員の視点ダウンロードしてるよ、今。200ギガぐらいになってる、視点だけで。ちなみに。普通にカメラマンに新しい参加税入れてカメラマンとして使う。面して適当に入れるか。ノーモアカメラ泥棒のスキンで入れる？ちょっと面白くない？ノーモアカメラ泥棒のスキンで1人入れるみたいな。2人ぐらい入れとくっていう。まあちょっとありかもな。それだったら別にサーバー入るだけでいいからね、結局。字が出さずにちゃんとカメラに徹してくれる人じゃないと。え、そのカメラのスキルってどうやって把握すればいいと思う？なんか、ふたくそとか得意とかあるじゃん。スペック。キモいやつがカメラ上手い説。D みたいに。ニューファング系か。いいね、そのスキン。マイクラ内でゾンビが村人を襲う動画を撮ってもらって、誰が一番現状起こってることを分かりやすく撮れるかで採用する。あ、そうするか。それいいかも。で、編集なし。で、面試から募集か。面試のメンズだったらシラソル分かるでしょ、だって。どういう人かって。ワンチャン変な人だった時に弾けるから。無編集で、ゾンビが村人を襲ってる映像を撮る。まあ、スペクテーターで、まあ、編集で使うっていう体で撮るみたいな。でもどうすりゃいいんだ、それ。どうやって採用するんだ、それ。ツイッターとかに上げさせる。ハッシュタグつけて上げさせて、みたいな。この動画で。菩薩さんに DM。もうなんかもう菩薩過労死するで、ほんまに。マジで、菩薩死んじゃう。ツイッターで、ハッシュタグ、シャープ、50人クラフトカメラ募集で、カメラ参加税入れます。
他はもしかしたら面白かったらなんか普通に参加者になれるかも。まず条件が Java 版のマインクラフトでやれる人で、動画は Twitter にアップして、内容は村人をゾンビが襲ってる映像を撮る。どういう風な撮り方してもいい。なんか別にゾンビを沸かせて襲わせてもいいし、まあなんか村とかもなんか内容は任せます。内容は任せるから、まあタイトルは、タイトルというかなんとなく撮ってほしいのはそれで、無編集。そこのリプランに自分のパソコンスペックをぶら下げる。プレステで参加したい。ダメ。ダメ。B 版はダメ。ベッド版はダメです。隔離用に統合版とスイッチ。いや、スイッチとも統合版もダメです。あ、なんかさ、募集のためにいるんだけど、このために Java 版買いました。っていう人結構いて、その文章を書いた時点で絶対落ちるんだよな、そういう人たちって。Java 版初めての人なんで入れるんみたいな。今度 PC 買うんでその時でもいいですか？いや、そういうやつ、そういうやつ。あ、別にあれでもいいっすよ。なんか、村人がゾンビに襲われる映像を別になんか、モッドとか使ってなんかやってもいいし、別に任せます。あ、ただ、影モッドとかは使わないでください。影モッドでごまかすと、暇人みたいなやつが建築税になるから、ダメ。リソパとかもダメ、全部。そう、ごまかしは。バニラでやってください。年齢は？いや、問わず。で、参加頻度が高いこと、条件。で、マイクラメンバーシップ入ってるの、加入有無も書く。ニート部面試でもいい、別に。ニート部面試かマイクラ面試どっちか加入してるかも書く。動画の長さは？自分で決めろ。そこを決めるのも試験。もうすでにハンター試験は始まっている。参加者になれる可能性は、あ、全然あるよ。募集期間はどれくらい？この動画が出て、1週間。この動画投稿日以降、1週間。ローカル圏以外の時は普通に参加しても大丈夫な立場。まあそうだね。何人？不明。まあ、そいつが来るまでは、化身が撮影するから。化身それまでずっとお前撮影だから、カメラマンだから、お前よろしくな。今カメラの勉強してる。あ、じゃあもう化身もうバッチリだな。化身なんかもうあれにしようぜ。チーフカメラディレクターみたいにしようぜ。化身がもう基本的にもカメラをやるみたいな。担当するみたいな。カメラで入ってきた人たちに対して、アナルさん、向こう側、赤チームの方映しといて。俺は青チーム映すからって。マルマルさんは上から上空から俯瞰で撮っといてって言って、指示しながら撮影するってめっちゃかっこよくない？無理そう。チーフじゃん、チーフ。化身主任、ここどう撮ればいいですか？そう、そういうのが始まる。いいじゃん、化身の部下ができる。待って、かっこよすぎる。いや、多分ね、絶対その指示出せなさそうな感じしない？なんか。俺、リケモン無理そうじゃない？え、リケモンやれてるの想像つく。それを化身がやってるの想像つく。無理。いや、わかんないよな、化身でもやってみねえと。一定から入るな。3ヶ月後、新人に使いっ走りにされる化身の姿が。あ、化身さん、この辺映してもらえていいっすか？あんま使われないんで、どうせ。化身さん視点厳しいんで。あ、はい、わかりました。こっち俺らでもう全部やっとくんで、化身さん、もう上から適当に流してもらっていいっすか？定点で大丈夫っすよ。あ、はい、わかりました。今日の足向上戦でかな。はい、ってことで募集です。じじ。